全体的に色味がついたぐらいが中まで火が通ってる証拠なのでね。あ、いい色になってきましたよこれ。どうも、リュウジのお兄さん調理です。ということで、縁も竹菜でございますが、ここからですね、二次会に突入したいと思います。ちなみに今3本目でございます。私が二次会で何をやりたいかというと、いや何を食べたいかというと、やっぱね、唐揚げですね。唐揚げを食べさせてほしい。なぜかというと、3次会まで行くからです。4次会5次会まで行くかもしれないですね。ということで今回ですね、そんな私が3次会に行けるぐらいテンションが上がる唐揚げ、唐揚げって言ってもですね、普通の唐揚げではございません。今回はですね、大バカ唐揚げ、おバカ唐揚げです。私の唐揚げでございます。今回は大バカが作る大バカ唐揚げやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はね、もちゃって簡単です。まず鶏もも肉、あの胸肉でもできなくないんですけども、今回もも肉使います。なぜなら私がもも肉の方が好きだからです。で、大バカです、10枚。そしておろしにんにくが半かけ分です。これちっちゃいからこれ1個でいけると思います。はい、レモン、なければレモンのコンクスタイルでもいいです。ということで大バカになっていきます。ということで私結構いい感じにいいジャンプになっておるわけですけども、こうやって基本的にね、なんかちょっと酸味と合うんですよね。今回ですね、その完成を予想して、やっぱね、料理はね、テンションが大事、一番これがなければね、料理できない、楽しんでやる、もういやいややる料理なんてね、もう本当にもうあれですよ、もう道路交通法違反ですよこれは。なので今回は私が自ら料理の何たるかを皆さん教えたるんで、もうちょっともうちょっと見ててください。てってかてっ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 てレモンドー、カミソリレモンってみんな知ってますかこれ。ということでやっていきたいと思います。じゃあやっていきます。まあね、大葉、まずやっていただきたいのはこの7枚の大葉をこう丸めていただいて、でこれをで千切りにするんですね。こう横にしていただいて細かく切っていく。これでね、鶏肉にね、馴染む、粗みじん切りになりましたね。これがね、馴染むんですよ。今回はね、大葉の香りが命。こっちはどうするかっていうと、こっちはね、千切り、これをあれしていきます。綺麗なね、千切りになりますんで、こいつは揚げ上がった鶏肉にかけていく感じですね。でこれは取っときましょう。くし切りですね。はい、やつ切りレモンを作ります。でこう、で後でレモンをねかける。こんな感じでございます。ニンニク重要、ニンニクは全てを解決する。まあ半かけ分なんですけども、これちょっとちっちゃいので大体ね 2.5g ぐらい入れるっていうような感覚で見ていただいたらいいです。はい、やっぱりなんでね、野菜と肉を分けるかって言ったらね、生肉って雑菌がついてますんで、お野菜に移ったら衛生的なリスクが高いんでね。これから衛生観念はもう大丈夫だからね。衛生観念が高いからね、アルコール消毒しちゃうんだよね。はい、まずこれ 300g の鶏もも肉なんですけども、まずね、この半分に切り分けます。はい、8等分ですね。はい、こんな感じ でこれも半分にして、はい、これに合わせて切っていきます。はい、こんな感じで、これぐらいでいいか。はい、ね、大葉たっぷりのバットにぴょんぴょん入れます。まず私がよく使ってるソーミシャンタン、これウェイパーでもいいんですけども、ソーミシャンタンね、小さじ1杯ね、これでね、まあまあこの中華味をつけていきます。はい、これ小さじ1、マナブを4分の1入れていきます。大体これぐらいかな。はい、みりん大さじ1、これもう入れるときプルプルするんだよねこれね。はい、大さじ1入れていただいて、そしてもう大さじ1は僕に加えていきます。よくもみ込みます。唐揚げ美味しく作るならもみもみ、そういう感じでもみもみしてください。はい、じゃあこんな感じですね。はい、
もう全体がもみもみされて、こうしたら味をなじませるために、まあ30分ぐらい置いていただいた方がいいですね。30分置いて鶏肉に味を染み込ませてから揚げ揚げしていきます。さあ、ということで30分経ちましたので決戦の舞台に移動しました。ここが決戦のフィールドです。そしてここに油注いでいきます。唐揚げのね、油はね、そんなにね、多くなくていいんでね、鍋底から1センチぐらい、そして今回みたいな量であればちっちゃめのフライパンをね、用意するのが大切です。パラパラっとで、一回なじませると。そうするとね、非常に衣の付きが良くなります。あ、めっちゃうまそうな匂いしますよ、今の段階で。衣たっぷりつけて揚げる。衣たっぷりつけておきましょうか。酒に合います、熱い方が。もうこれはね、真実です。あんまり片栗粉なくてさっぱり食べたいなっていう方もいらっしゃいますし、もっともっと衣が欲しいっていう方もいらっしゃいますし、人によります。ちょっとね、厚めにね。そうするとね、衣がザクザクでうまいんですよ。はい、中火で揚げていきます。どれだけザクザクかというと、こんぐらいザクザクでございます。このザクザクな唐揚げ、醤油が入ってないんでね、結構ね薄い色になりがちなんですけども、これはねちょっと全体的にね、色味をつけていきます。全体的に色味がついたぐらいが中まで火が通ってる証拠なのでね。あ、いい色になってきましたよ、これ。そしたら、こんぐらいいい色になりましたら、全体が中火でいい色に揚げていきます。醤油入ってなくてこの色っていうことは結構揚げてますね。はいはい、もうね、大葉のいい香りがね、揚げたとしても残っております。はい、じゃあこれをがっかりしてメソメソしてどうしたんだい。はい、こんな感じです。ここにさっき切ってた大葉ですね。ファサファサファサーとかけます。ファサー。そしてここにレモン。これですよ。ということで、大葉が作る大葉が辛い完成でございます。はい、それではできましたので食べていきたいと思います。いただきます。くー、この大葉唐揚げザックザクなやついただきたいと思います。うわっ、うまっ。これレモンサワーだ。あ、やばっ。レモン絞っていい？うまっ。レモンサワーで流し込む。やばいね、これね。大葉をこの一皿10枚使ってるんで、すっごい爽やかな香りがするんですよ。全くくどくない。大葉にすごく合ったね、塩味の味付けをしてるんで、酸っぱいお酒と合いますよ、これね。これはもう消臭です。ブーブー。全集合。はい、じゃあ全集合でみんなで唐揚げパーティーやりましょう。カンパーイ。はい、うまっ。いただきます。いただきます。うまっ。そっからのレモンどうする。爽やか。あ、厚ボロもっすけど、入ってる大葉とあと後掛けの大葉で超さっぱり食える。さっぱり食えるでしょ。あと専用唐揚げくらいいいと思う。相当合いますね、これ。マリアージュ出た。マリアージュ。マリアージュの鬼。マリアージュ。ダセえ。ほぼこの時間サブチャみたいな。じゃあみんなレモンかけてよ。俺は2つ食ったから。大葉とレモンの相性って一番いいんですよ。はいはいはい。すごいうまい。唐揚げやれるの？適宜にさ、レモンサワーがこうギャーッとやったら出てくるんですよ。最近よくある。ガーッとやるとレモンサワー出てくる店にこれだけに、うん、ということで、うん、See you next again。 バイバイ。唐揚げ美味しく作るならもみもみ。懐かしい。こうらしいんですね、はい。まあ、こういうネタ言うたんびに多分若い子が離れてくると思うんでね。20代の子とかね。昔はね、若い子の方が多かったので、最近はもう僕と同世代の人たちが多くなってきて。いや、いいんですよ、いいんですよ、全然全然いいんです。私は
小ネタで若者を置き去りにしてくるか置き去りにしてしまうっていう、あ、このチャンネルはおじさんチャンネルなんだなっていう、最初はね、なんとかね、若い感じでやってたんですけどね、もう酔っ払うともう完全にあのそこら辺の酔っ払いじじいになるから、